止めだ。待てズベイ、逃げるな。ズベイ、くそ。ディーボルトさん、それ、天候操作に必要な道具を作るための素材よ。ズメイが落としていったみたいですね。まさか、こんなものを持っていたなんて。ディーボルトさん、聞いてもいいですか？ズメイとディーボルトさんの間に何があったんですか？ずっと昔のことだ。私はある王国に仕える騎士だったのだが、ズメイとはその頃からの因縁だ。それってエルデビーゲに来る前からってこと？ああ、やつは私が仕えていた国を襲い、多くの民と仲間たちの命を奪っていった。討伐はできなかったのか？撃退はした。だがそれ以降ズメイは二度と姿を現すことはなかった。ただじゃ済まないと学んだんですよ。かなり知性の高い竜のようですからね。奴に奪われた民も仲間ももう帰らない。だがそれが私の目的であり、残された者の役目なのだ。すまない、暗い話をしてしまった。先を急ごう。ソフィーさん、元気出して。私、悪いこと聞いちゃったかも。そんなことねえよ、聞いてよかったんだ。じゃなきゃ力になってやることもできねえだろ。ラミゼル、ディーボルトの目的はズメイを倒すことなのでしょうか？どうしてそう思うの？彼からは何かこう迷いを感じる気がして、もしかしたら彼も自分の目的を、夢を見失っているのかもしれませんね。へえ、よく見てるのね。ちょっと意外だわ。そうですね。まあ、私も彼と同じですから。見つかるといいわね。彼も、あなたも。見つけますよ。絶対に。どこに行くんだ？よーし、行こう。はい、補充。作れるものが増えたみたい。
こ行く、どこ行く。知れないけど、問題はこのままだと先に進むことができないってことよ。この先にズメイがいるかもしれないというのに。リーボルト、俺たちの目的は夢の核だぜ。分かっている。だがリーボルト、先ほど拾った石ですが、まだ持っていますか。ああ、持っているが、もしかしたらそれを使えば先に進むための道具を作れるかもしれません。だからその石を私に預けてくれませんか。そういうのであればこれを預けよう。頼んだぞプラフタ。はい。天候変化の道具の作り方について後で詳しく教えてください。ええ、任せて。それじゃあ一度ロイテールに戻ろっか。はい。そうだ、リーボルト、私がこれを作っている間に一度じっくりと考えてみてください。あなたが果たさなければならない目的が本当にズメイを倒すことなのかを、あなたの夢が本当は何なのかを、私も自分自身の夢が何なのか考えてみますので。私の本当の夢。えい、動物の匂いって結構強いんだよね。袋に入れて縛っておかないと。これって素材だよな。てやん、えい、どこに行こうかな。よし、いさて、天候操作の道具について説明するわね。